えね、横田選手、山下選手、長谷川選手と、ねえー、山内選手と本当入れ替わり、立ち替わりでの順位争いでしたけども2連勝ということで、ねえー、締めくくりました優勝、横田選手おめでとうございますありがとうございますどうでした、今日のレースいや、えー、終始トップを走ってたのは長谷川君か、えー、と山下君だったんであの僕はあの一番いい席で見れて楽しかったなと。<laughs> あー一番いい席で見れた、まあ被りつきですからね。さあということで、なんと今シーズン5回のうちレースのうち3回3位ということでシリーズチャンピオンを決めました長谷川選手です。いかがですかブロンズコレクターとしてシリーズチャンピオンはなかなかいいレースです。勝 <laughs> <laughs> って決めたかったでしょう。そうですね、ちょっと勝ちたかったですけど、ちょっとまあシリーズの方が重要なんでちょっと頑張りました。 なるほどね、えー、ということで、えー、シリーズチャンピオンは3位の長谷川選手優勝は2連勝で締めくくりました横田選手。